さあ夜7時になりました。池袋ニコニコ本社地下1階のニコ袋スタジオより生放送でお届けしておりますニコラジ山田久志です。よろしくね。そしてはい、今日もアシスタントを務めさせていただきますリョウでございます。噛んだあ、もう3回目なのに3回やってんのに3回目なのにシャッター下ろしてやり直すもん生だからね。いいのいいの、緊張とかしなくて、まあ、めっちゃもう推し進めていこうかなと思って、ね、そうそういいのいいの、この番組でもゆるいの売りだから、いいのいいのいいの、もう、うん、じゃあずっと噛み噛みでいくじゃん。むしろ噛んで言っていく、何言ってるか全然わかんない、うんね、ごかっつびぽぽぽぽマリオさんです。いやどうです。まマリオです。ね、ほら、うまい。うまく噛んだでしょ。甘噛みしたでしょ今。ね。昨日知ってる、このガラス越しのさ、はい、こちらにさお母様いらしてたのよ。聞き見ましたよ。すごいことですよ、はい、本気で息子がちゃんと仕事をしてるか確かめに来たっていう。なるほど、変な汗かいた。すごかったです。でもなんか内容としては結構大丈夫かなっていう内容だった。そうなのよ、あれはね、アシスタントの腕が悪いね。大体僕は大体番組でいないやつの悪口言うけど、はい、竹がひどかった。なるほど、竹がおっぱいネタをぶち込んでくるから、もう、ですよね、だからおかげでマリオさんもうお母さん見ながらおっぱいかかなきゃいけないってどうしたらいいんだっつって、つらいつらい、そんな生放送が池袋のビジョンで流れてるんだダメだろっつってさ。りょうくんはそういうことないよね。ナイスいいのいいの、探してるんだけどさ、今のところりょうくんのお父さんもお母さんもいないんだよね、これ。いや、いないっすね。なんでかな、来てもらってもいいんだけどね。いや、もう家族全員踊るんでしょ。え、違う、え、そういうことじゃないよ。それは、うん、その意外にそんなことはない。ないです。なんだよ。ないです。代々踊ってんのかと思ったら。いや、違います。そうではないんだね。違います。そうです。りょうくんは皆さんダンサーでございます。振り付けとかもしたりするのよ。ということで、僕がいつも思うのは、りょうくんの時だけこの見学に来る女子高生がもういる。はいはい、なるほど。間違いない。特に俺の視界に入ってくる。ね、非常にジェラシーを感じている今。位置も決まってくるっていうね。そうなの。じゃあいつも決まって木曜日しか来ない。非常に悔しい。今ね、ね、でガンガンずっと撮ってるんだけど、多分俺が横にいるからいつもあもう連写してる。すごい撮られてるのね。思いっきり入り込んでやる。ずっと入り込んでやる。そう、マイクが遠くなって喋れない。はい、ね、毎日来てくれるのはもうロボックだけです。ああね、もうロボックさん、ね。大丈夫です。今日も。ね、なんか昨日あれなんか遅刻一昨日かな？あのね、そもそも、ね、あの一般のお客さんなんで遅刻とかおかしいんだけど、彼が勝手に焦ってきただけで、俺たちにしてみれば何をあいつは焦って。確かに。うん、ただ嬉しいっていう。じゃあ嬉しいですよ。あのもう2回目3回目っていう方いますか？いらっしゃる？あら嬉しいじゃない。ちょっとロボくんもうどんでもいいから大丈夫です。女の子、そうそう、女の子、いいね、来てくれてるね。いいね、飽きずに来てくれて嬉しい。ほら3回目って言ってるのはそれは毎週木曜日だからだろ。ね、あ、そうだろ、3回目だから。そうなんだよ。おかしな話になってますけど、ちょ、ね、毎日やってますからね、これね。そうですよ、月火水木金とやっております。で、月火水木を担当しているのが山田でございまして、はい、こうね、週の前こう木曜日だけこう、ね、ずっとアシスタントしてくれてるのがりょうくんと、まあ、たまに金曜日もやってくれたりとか、ね、あるんだよね、はい、そうです、そういう感じでございます、はい、今日はね、ちょっとね、雨なんですよ。降ってきましたね。ね、天気少し良くなくて、でだから心配したの最初、うん、そう、特にほらこのサテライトってさ、やっぱりこうね、天気が良くてとか、はい、たまたま通行したから見ようってなるけど、雨だと、ね、やっぱなかなかね、来にくくなるじゃない。そうですね。なのにここにちゃんと来てくださって、いや嬉しいですね。嬉しい、ね、傘ちゃんと持ってきてくれてますからね。ありがとうね、これね、最後僕に貸してくれるんだよね、これね。そうじゃないですね、自分のだ、ね、自分のです。何かと今日自分のにしよう。そう、ね、いやだってほら結局俺は毎日喋ってるけど、りょうくんとは1週間に1回だから。そうですね、今週何あったのかなとかいろいろ聞きたいわけよ、はいはいはい、イケメンは何をして過ごしてるんですか。いや言ってごらん。いや今ですか、うん、今でも本当にね、あの、うん、今度アルスマグナさんとの舞台がもう決まってまして。すごいね。そうです、今月の21日からなんですけど。あ、もう結構だね。じゃあ、もう稽古というか、もう稽古です。そうだよね、ああいうのやっぱコラボもあるし、そのね、そ、覚えなきゃいけない振りもあって、新しく演技にも挑戦するので。うわ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 、忙しいじゃない。なかなかに、まあ、今日もやってきましたけど。あ、今日もそうなんだ、この時間までレッスンしてからこっち、はい、そうなんです。すごいスケジュールになってくね、はい。まあ、ちなみにそのアルスマグナのメンバーが山田さんによろしくって言ってました、うん、出た。あいつらいいやつらなんですよ。大好きなんですよ。あの一人ダンサーじゃないアキラってのがいますけどね。よろしく伝えておいてもらっていいですか。あれしゃべり屋でしょ、あいつは。そうそうそう、ね、言ってきますね。ね、アキラとその仲間たちっていうのがアルスマグナのはずなんです。ね、こういうこと
ことまた言うとねすぐ怒ってね乱入してきますからね。来てほしいねこっちね、うん、あそうなんだ、ね、じゃあ今そこまさに仲良くレッスン中で21日から4日間やってますので、そうか皆さんもチケットもね全部はけてるみたいなんですけど、わやっぱそうなのね、人気どんどん上がって、もうじゃあ嫌いになろうやっぱ来てくれないと、いや来てくれたら嬉しいです ね本当に待ちたいと思っております。はい、五八番マリオさんは、はい、うん、だいぶ池袋には慣れた、あもう慣れたというかもう僕は最初からホームですから、うん、あそうなんだって、実はね結構お家が近くて、はいはい、だからここら辺の美味しいお店とかも知ってるんだね、やつ教えてくださいよ、うん、行きましょう今度行ってください、行きましょう行きましょう行きましょう、そうだよまだそういう飲み会とかしてないもんね、してないです全然、そうなんだよ、だからきっと俺とね、りょうくんまでちょっと距離があるんだと思うな、なるほど、うん、だってラーメン勧めてもやっぱ食べないしさ、やっぱほら体気使ってるじゃない、ね、ラーメンは 今は特にやっぱ食べないでしょ、見てごらん俺なんかほらもう決めたじゃん、ほら結局さ毎日、はい、一応1ラーメン食べて月から水木、はい、池袋をね、はい、荒らすなんつってずっとさ俺これみんなに伝えたじゃない、はい言ってます、ね、今日ちょっとぜひ見てもらいたい、はい、ね、ちょっとこの写真アップにするから、はい、あごめん水木しちゃった、ね、見てごらん見てごらん、うん、ほら、はい、こちらドン、はいドン、今日の僕の池袋の食事、うん、ね、そばやないかちょっとこれありがツッコミ、いよいよね、胃腸に限界したね、もうダメだ、毎日ラーメン無理だ俺ラーメン大好きなんだけど、なんだか全然足が遠くなってね、なるほど、そうなんだよ、で、なんかね、朝起きてもなんとなく体重いんだよねそれでやっぱりね自然って逆らえないね、そば、うん、にした、うん、いやついしかもあの何にもねあのこうかき揚げとかエビ天とかそのないなしで完全なの1枚なるほど1枚くれっつってシンプルな400円のしかもね立ち食いね、うん、すぐそこすぐそこの食ってきた、なるほど、うん、もうさらっと食ってきたんですね、さらっと食ってね、あのでもそれでもなんかねもうちょっと流し込むのに必要だなっつってそば湯って言ってもう、ね、おじいちゃんみたいなねせっかく池袋いろいろ荒らそうと思ったのに、はい、そこら辺の立ち食い食べちゃったんだねラーメンに戻れるかな、いや戻ってくださいよ、戻りたいね皆さんからのこのねこほら今日も5000人も見てくれてるけど、あ、そうですか、なんか教えてほしいんだよね池袋のここに行けとかさ、あ教えてほしいですよね、あとは行ったことがないけど例えばほらテレビで見たからとかこれ有名だからとか、うんうん、こことか、あそれいいですね、ね、うん、それこそ好きなダンサーがおすすめのを言っていたからここにしろとか、あいいですね、そういうの行ってみたいなこれ、あうまいこと書いてきたね今、池袋より胃袋が荒らされたっていう、うまいこと書いてきたね、今何も出ないけどねこれ何も出ないよ、そうなんだよでは今夜も行ってみましょう、はい、アシスタント一押しウィークだ、りょうくんの後輩でもあり同じダンスチームの仲間でもあるガリガリおじさんが生登場、第931回木曜ニコラジスタート、今言いました今週のニコラジなんですがアシスタントイチオシウィークということになっております。まあ、なんてどういうことかというと、はい、ゲストが毎日来ます、うん、それはもちろん月火水と来ました、そうですね、今日木曜日は、うん、アシスタントであるりょうくんがイチオシするゲスト、ありがとうございます、だから例えば仲がいいとか、そうです ね、あとはまあその仕事でつながりがあるとか、はい、っていうことでしょ、うん、そうですね、なので一番知ってるのはりょうくんだから今日はゲストが来てもりょうくんに聞けみたいな感じで説明してもらいながら紹介してもらいながらということでございます、はい、でその前にあ、まあ、というかその方は誰かというと、うん、はい、今日は誰を紹介してくれるの、ですね、うん、あの踊り手の僕と一緒に踊ったこともあるんですけれども、うん、ガリガリおじさんというね、うん、すごい名前でしょガリガリくんは知ってるけどガリガリおじさん、そうなんですよ、コンポタージュなくて、そうだよね、もう種類はいいんですけどガリガリさんは種類が一人、種類は一人、一種類、一種類、ガリガリおじさん、はい、っていう名前の今やつが来るんです、これダンサーですね、あそうです、とあと夏希っていうね、うん、まあ、同じチームでやってるやつなんですけども、
も詳しく説明していこうかなと思っております、ね、まだ間に合いますよ、これ8時までやってますからね、なかなかいいですよ、でしょ、はい、これ今ちょうど来てくれたもん、ほらほらほら、ね、今どうですか、あの方は普通のお父さんだから、あのガリガリおじさんじゃないですよね、ガリガリおじさんじゃないですよね、違います、でもガリガリおじさんって言ったら反応してくれましたから、もしかしたらガリガリおじさん好きの、ガリガリおじさん好きですか、ガリガリおじさん好きの普通のおじさんっていう可能性もあるから、なるほどなるほど、そうそうそう、ほらほらほら、今かなりすごい高さに手が上がってきました、ダンサーかもしれませんよ、あるあるね、ずっとありがとうね、また来てね、毎日やってるから、おじさんまた来てね、また来てね、嬉しいね嬉しいね、ね、いいねいいね、これこういう出会いが楽しいんだ、本当にいいですね、あ、そしてほらまた今一人帰ってまた一人増えてくれましたよ、ほら嬉しいことでしょ、ありがとうありがとう、あ、この手の振りもダンサーだな、これ今ね、ダンサーっぽいですね、シャープに、あ、今投げキッスもらいました、今あれワンサービスもいいんじゃないですか、これすごいよ今、これびっくりした、はい、ということで、じゃあこのゲストを待ちながら、はい、その前にこのコーナーです、ニコニコナウ、これ何かというと、まあ、ニコニコって本当ね、今いろんなこと起きてるから、うん、ニコニコ動画で多分一番トップページ見るとニュースが見れるんですよ、そうなんですよ、でこのニュースをりょうくんにどれか一個選んでもらって、うん、ちょっと俺たちもそろそろやっぱりニュースを語っていくような、そうですね、知的なとこ見せていこうかな、いいですね、多分今池袋のビジョンで見てる人は、はい、誰なんだ何喋ってんだって思ってますけど、はいはいはい、ここで社会性のあるようなトークしておくと、はい、あれこいつらやるなと、はい、いいですね、ちょっと話聞いとくかみたいな、そうですね、そこの深さをちょっと見せてやる、大事大事、はい、ちょっとりょうくん選んであげて選んであげて、じゃあちょっとね、うん、じゃありょうくんのパソコンをポチッとなと、さあ今ご覧いただく画面はですね、りょうくんのパソコンの画面をこのまま今、はい、池袋のビジョンにドーンと出てます、はい、私操作しております、どのニュースを扱うか、こちらセンス出ますよ、4位のこちらでございます、なんだい、同窓会は行くべきかこれ今社会で最も切らなきゃいけないことだよね、そうですよ、そうだよね、大事ですよ今、絶対案内来てるはずだもんね、そうですよ、来てますよ、でどういうニュースなのこれは、これはですね、あの同窓会 の, あの、まあ、案内が来るじゃないですか、来るね、まあ、僕らの世代でも来ますよ、はい、来て、あのその同窓会に、うん、あなたは行きますか行きませんかっていう話ですね、それを何ある程度データ化したようなものが今日何こうニュースになってんの、行く理由もありますし、まあ、結局理由が2つ、うん、まあ、行く理由がありまして、まあ、行かない理由、行けない理由、いろいろあると思うんですけれども、っていうところを、まあ、話していければなと思っております、うん、どんなことが、ちなみに行ったことある、はい、あります、あります、同窓会というか、僕実家に帰った時に、うん、もう同窓会みたいになっちゃうんですよ、あ、それはあるわな、うん、それは羨ましい、うん、大体そのふるさとに結構そんなにあの出ていかないでずっと地元で頑張ったりだとかって人がいたりすると、はい、もう行くだけで集まろうぜなって、それは同窓会って感じじゃないもんね、まあ、同窓会というか、まあ、ね、仲のいい プチ同窓会で何十人も集まるでしょ、まあでも10人集まるかな、集まらないかなぐらいです、それでも2桁行く、でも行きます、ないな、転校生とかさ、あ、そういう人なかなかこういう経験ないの、俺大体転校してたからね、なるほど、あんまりないんですよ、どこのふるさとって言っても、はい、一応地元はまだ実家とかは札幌とかにあるけど、はいはいはい、そこはもう自分が暮らしてた札幌の土地ではなかったりするから、うん、あ、いないんだよね、連絡とかそのなんか来ないんですか、来るけどやっぱり20代は特に行かなかったね、わざと、あ、え、それはなんでなんですか、うん、あ、もうあちょっと嫌なやつになっていいですか、嫌なやつになるといや、お前たちとはもう住む世界が違うんだよ、うん、みたいな、え、全然売れてないの全然もう何どこ見ても活躍もしてないのに勝手にそう思ってて、え、連絡とかしてくんなよ勘弁してくれよ、どうせ実家帰ったらこんな色紙とかいっぱいになっちゃうんだろうみたいな、一回もなったことないけどみたいな、もう重いよ、その思いでなんか断ち切ってたとこあったね、なるほど、うん、でそこで断ち切ると30代とかになって、はい、あ、同窓会行きたいのになと思ってもう連絡来ないやつ、あいつ連絡しなくていいやみたいな、そうなっちゃうんですよね、じゃあもう今大公開だよ、なるほど、うん、それは新しい理由かもしれない、もう今だからもう暇さえあればなんかこう Facebook とか見てるもん、もうあいつ何してるかなあ、いたいたなんて意外とも結婚してるだったりね、そうそうそうね、僕でもありますよ、あるでしょ、はい、あとだからあれじゃない、その学生時代に付き合った女の子とかがどんな人になってんのかなみたいなのあるんじゃないの、すごい、俺はね、いつもそういうのラジオで言ってるけど絶対進めな いダメなんだって、あっちゃ見ちゃダメなの、やっぱりでも僕もありますよ、本当に昔好きだったマドンナ的な存在ですよ、うんうんうん、クラスのマドンナだったその女の子が、うんうん、あれでしょ完全にそのマドンナだったのが下町のマドンナみたいになってるでしょいやいやマドンナに下町つけちゃダメだろみたいなとかあるじゃない、いや本当にあれほらあれなります ねで多分俺たちが思うということは
女の子にも思われてるわけじゃない。あ、まあ、でしょ。あれって思われるぐらいだったら行かない方がいいじゃん。まあ、でもあの頃の可愛いりょうくんでいる方がきっといいのよ。はいはい。まあ、今の場合まだね、活躍してて輝いてるからちょっと別なんだけど、ほとんどの人は大体活躍して輝いてないからあ、違うとこ輝いちゃってるから、なるほど、ね、どうもりょうですみたいな感じになると怖い怖い、なるわけじゃない。怖い、ね、ちょっと早くねみたいになると、 すっげえそういうなんか切ないさ、クラス会になるでしょ、同窓会が。あんまり俺行くの今危険だと思うな。俺らの年齢ちょっと危険、まあ、まだマリオさんまだいいけど、俺とかサッカーおじさんの、ね、年齢で、いや行くもんじゃないと思うよね。いや危険だな。行って何話すのそれで。僕ですか、うん、いやまあ近況を話しますよ。ダンスやってることとか、ダンスやってニコニコとか、まあニコニコと、あとまあもう仕事をしてるやつらが多いので、うん、普通に社会人だったり、でもその辺の話をしますね。で当然もうパパもいるし、いやもういますいます、子供を連れてくるやつもいますよ。そうか、そうするとそういう話もなるわけだ。なりますよ、あります。どうやって子育てしてんのだとか、例えばお小遣いくらあげるのとか、そういう話も、うん、それでもどんどん僕は減って、もうどんどんもうショックを受けて、うん、俺大丈夫かなって思いながらこっち東京帰ってきます。それもうなんか引きずっちゃうよ、踊りに。いや引きずるよ、本当に。なんだか、あいつらみんな幸せだなとか思いながらってことでしょ。俺いいのかな、こんなに肩を動かしてるみたいなことでしょ。俺こんなんしてていいのかなって思います。ぐるんぐるんしてていいのかなみたいなことだよね。いいんだよ、本当にダンサーなんだから。いや、まあ、そうです、ね、そりゃそうだよ。今頑張ってやってます。これあるな。昨日だからそのマリオさんのお母様来たけど、同じことなんですよ、はいはい、だからほら、うんうん、ね、お母様のような世代にとったら、うん、いいのかなと。この中で毎日絵描いてるだけでいいのかなって思われるんだけど、いいんだよ。だって絵師だ。いいですよね、だってそうだよ、はい、こんな可愛い絵成り立ってるんですから、ね、成り立ってそう。これをみんなにどう伝えるかってことだね。今ビジョン見てる人もみんなきっとこれなんか趣味でやってると思われてると思う。いや本当に、ね、あのちゃんとやってるんですよ。やってんだよ、これちゃんとやってるんですよ、ね、俺喋る仕事、これ絵描く人、踊る人、踊る人、ね、台本書く人あるのよ、こういう仕事は。やってるんですよ、ちゃんと、ね、立派。ただ、そうね、退職金とかないかな。ここボーナスとかないかな。これで有給とかないかなっていうぐらいね、はい、そう、そこだけだ、ね、書いてます。ほら、ありがとう、うん、今日もバンキッシュさん、ありがとう、ありがとう。そうなんですよ、ありがとうございます。あとで色塗っといてね、これ、はい、ね、そうか、じゃあちょっとこんなのがランキングになってるんで、みんなそれぞれね、ちょっとちなみにね、ここ今日来てくれてるお客さん、クラス会行ってるってこと。うん、行ってるんだね。行って何、元彼とかと会っちゃったりして、ね、私も実は好きだったのみたいな話になって、あ、今俺勝手にアフレコしてるから絶対そんなこと言っちゃいないんだね。そうか、じゃあ、行ってないっていう人、あの全然そういうの参加してません。あ、そうなん、いいね、ロボックいいね、相変わらず安定だね。ロボック人嫌いだから呼んでみね。あ、そうなんですか。そうそうそう、大体大体行かないの。俺に似てる。そうか、そうか、クラス会こんな感じ。ちょっと今ネットのユーザーに聞いてみましょうよ、ね、今日見てくれてる今日の6000人、どうクラス会、みんな行ってんの行ってないの、どうなの、皆さんどうなんですか、ね、さあさあさあ、この中は、あ、の、の来たよ、クラス会行きますよ、行ってる、行ってない、行かない、案内来たことない。あー、もうごめんなさい、これは俺だ、これ俺だ、うん、話がこれ、これ俺だ、ごめんなさい、誘われない、俺だ、あー、ごめんなさい、もうやっぱりな、もうやっぱりあれだな、ルイはルイを呼ぶで、やっぱりな、俺の番組をずっと聞いてくれてる人は俺に似てくるのかな。ごめんな、俺が行けばよかったって。まだ高校生、そうか、あ、まだ高校生は ね、クラス会ってさ、俺そうそう、俺まずそう思ったの、高3のなんか冬とかにもうクラス会とか言ってきたやつがいて、アホかと思ったことある。クラス会、まだお前高1のやつだって会えるじゃんみたいな。あ、そういうことか、すぐやるなよみたいなのあった。なるほどなるほど。さあちょっとパーセント聞いてみましょう、どん、言ってる言ってない、どうだい、あ、すげえ、やっぱさすが安心安定ですよ。嘘、当たり前じゃないですか、パソコンが友達なんですよ。なるほど、何がいけないんですか。いいでしょ、ね、やっと手に入れたこの楽しみですよ。人と会わないでこんなにコミュニケーションができるから、だからニコニコとか見てるんですよ。余計なことやめてください、そんなの、ね、外に行けたなんて冗談じゃない、 UV だって危ないんですよ今、ね、日差しがね、そうですそうです、もうね、外に出なかったら事故に回らないんです、大丈夫です、安心ですよ。85%、 いやこれは意外。すごいね、これはすごいですよ、ね、実はこんなにいかないんだね。いや本当にね、あら、びっくりした、あら、そうね、もうこの話ここで終わりです。終わりです、クラス会なんか行かないってことで、クラス会爆発しろってことで、ね、以上でございます。はい、続いていきましょう。続いてはね、動画を紹介するコーナーでございますが、はい、今日は何行く、りょうくん、みんなに何見てもらおうか、池袋のビジョンにも、
池袋のビジョンで、うん、本日はですね、なんと、うん、ニコニコ動画で1400万再生超えの伝説のこれをございます。1400万、意味が分からないです。すごい、すごい数だね。意味は分からないです、はい、1400万再生超えなんです、うん、で新豪傑寺一族、うん、煩悩解放レッツゴー陰陽師を ご紹介したいと思います。なるほど、じゃあもう知ってる人もいるかな、はい、ね、改めてもう一回見てみましょうね。いいですか、はい、なんと再生数はですね、うん、今の現時点ですよ、うん、1438万6189回再生、うん、マイリストが15万1976マイリスト、うん、全然意味わかんないです、うん、はい、もうなんかもうだって涼子も投げやりで言ってるもんね。もう全然意味わかんないです、うん、でもこんな風に自分の動画も見てもらいたいよね。はい、ね、はい、ね、できればいっぱいにね、やっぱそういうもんだよ ね。はこちらの動画なんですけれども、うん、まあ、ニコニコ動画の最古の公式動画なんですよ。あ、一番古いんですって言われてるのこれ。そうなんです。あ、最古の動画。そうなんです。動画が SM っていう文字から始まって、うん、そこからなんか何千何百っていう数字があるんですけど、うん、それが SM9。 あ、一桁。一桁。9だけなんですよ。これはもちろんもうじゃあもう孫ことなき最古なんだ。いや、もう最古なんだ。へえ。でも実はですね、狂言師の家元、うん、家元泉元康さん、元康さん、泉元康さんね、元康さん、はい、うん、もうイベントで踊ったことがあるそうなんです。え、この動画の踊りを、はい、なんともう懐かしいね、ちょっとね、今ねちょっと今ダブルブッキングのヘリコプターとか思い出してきたけどあの人ね、意味が分からない。ちょっと、いや、俺全然見てないよ、これ見たことない。うん、じゃちょっと見てみますか。見てみよう、見てみよう。こちら2007年3月6日、うん、0時33分に投稿されました、うん、1400万再生を超えた動画です。はい、新豪傑寺一族煩悩解放レッツゴー陰陽師です、どうぞ、うん、あらゆる困難が科学で解決するこの平成の時代、人々の閉ざされた心の闇に張り込む地味魍魎が存在していた。科学の力ではどうしようもできない、その奇怪な輩に立ち向かう神妙不可侵にてうさんくさい男が一人、その名は矢部の彦丸。そう、人は彼を陰陽師と呼ぶ。いいね。いや最高にクールだよ。初めてですよね。俺はもう最高だった、楽しい。これでしかも今コメントで、はい、これ池袋でみんな今どんな顔して見てんだって来たけど、言っとくけどこのコメントも流れてるからね。そうですよ、これ見えてますからね皆さん。わかる、みんなそのことも意識してみんなこれからコメント書くんだよ。そうすると見てますかって書いた方がいいから、どんな顔して見てんだろうねって言われたら突然口ホッってする人が出てきちゃうから、ファルコのビジョンで見てくれてんだから。そうですよ、そうよ、そうよ。これいや面白いものをあげたよな、これが最初だったのか。これからもうこれ出た時はもうすごかったですからね。そうだよね。しかもなんか今これ噂によると中野運営長がウープしたんじゃないかっていう説があるんだけど、これ本当なのかね。すごいことになってるね。でこれを何、泉元也がこの振りで踊ったの、踊ったっていう、もっと意味わかんない。意味はわからない、何狙いだったのかわかんない。昔テレビでも紹介されたよね。あ、そうなんだ。へぇ、でもよかった、最高が知れただけでも。うん、でもこれがもう伝説の動画でございます、ね、いうことなんだね。いや、ここから一気にね、今やこんなすごい動画の時代が来ました、はいはい、そして今やこうやって生放送もやっております、はい、皆さんもどんどんニコニコいろんな形でね楽しんでみてください。以上ニコニコナウでした。さあこの後はアシスタント一押しウィークのゲストに踊り手のガリガリおじさん登場なんですが、その前にこちらの動画をご覧いただきたいということで、りょうくんよろしく。はい、りょうガリガリおじさんで、うん、コインロッカーベイビー踊ってみたです、どうぞ。お邪魔な
お送りしたのは、うん、この後ゲストで登場するガリガリおじさんとリョウで、うん、コインロッカービビー踊ってみたでした。そうかそうか、この人なんだね、ガリガリおじさんは。そうです。さあ、この方が生で来ますよということで、お、来たかな、いらっしゃい、どうぞどうぞ。どうもあららら、はじめましてですよね。あ、どうぞどうぞ、こちらに。はい、あら、長身のねえ、そう、高いんですよ。あら、え、身長いくつ、あ、いいですよ、つけてからで。はいはいはい、ね、今まさにこうね、ちょうど山田カメラでこれ、ね、そうですよ。あら、ガリガリおじさん、なんだ、おじさんじゃねえじゃん。そうなんです、はい、おじさんじゃないんですよ。ねえ、よく言われるんですか、ガリガリ兄さんじゃないかそうなんだ、はい、そうなんですよ。え、ということで、じゃあもうダンスもやられてて、はい、さっきの今動画もそうでしたけど、はい、はい、そうなんです。ちょっとこの方が今回やっぱりね、りょうくんが紹介する、そうなんです、一押したっていうことで、はい、ね、実はですね、今ね、うん、僕ですね、もう一つはダンスボーカルチーム、アイズというね、ダンス、まあ、歌と踊りとっていうところで、うん、パフォーマンスをしたいなっていうグループを作っておりまして、うん、その中でのメンバーなんです。え、はい、アイズのメンバーなの？はい、アイズのメンバーです。お名前はガリガリおじさんなんですけど、うんうん、ちょっとじゃあ、しっかり使ってて。あ、すいません、あ、すいません、なんですか？はい、ですね、うん、まあ、アイズのアツシで今基本的に活動しています。また出た、ほら、まただよ、ほら、いろんな名前、みんな名前複数持ってんだよ。早いですね。あれ、アツシ？アツシです。アツシです。え、ザイル？え、なになに？え、どういうこと、どういうこと、もう、アツシって言って踊ってる時もあるわけだ。はい。あ、そうなんだ。今はそうなんです。で、今日はガリガリおじさんでいいの？え、今日はガリガリおじさんでいいです。いいよね、もうね、はい、ガリガリおじさんでいいです、はい、じゃあもうアツシ忘れて、アツシなんていない、アツシ大丈夫です、アツシなんてこの世にいない、アツシ大丈夫です、ないない、そうか、いや、でも本当はそうなんだ、両方があるんだね。そうなんです、ね、はあ、ちょっとどういう経緯でその名前になったの、ガリガリおじさんは。あのですね、りょうくんの生放送の星生というものがございまして、はい、そちらでガリガリくんを当たりが出るまで食べ続けるっていうことをやった。また無謀な、まあ、くだらないんですけど、くだらないというよりそもそもそんなに入ってないからねそうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、ですよ、そんなの破産するわ、そんなこと大変だったんですよ、当たったら体本当に壊しましたからっていうぐらい食べたんでしょ。食べました、食べました、うん、で、まあ、で、なんかこう食べ過ぎってくらい食べたことで、ね、まありょうくんがガリガリおじさんと、ちょっと食べさせる方は食べさせる方で、しかもそれ名前にしちゃって、最後でおじさんって失礼な失礼な番組出たね何かとおじさんおじさん言ってたんですよ、その時に、なんとかおじさんなんとかおじさんみたいな、俺だったらもうなんかね、みかん食いすぎてみかんおじさんみたいな、ああそうかも、その延長でその延長でガリガリくん食ってたんでひどいわあ、ガリガリおじさんですみたいな、もうそのままでいいやつって、そう、もういいや、いいやつだから、もうハマっちゃったと、はい、つけられちゃった、そうです。いいんですか、だってせっかくアツシっていう名前があるのに、いいんですか、もうこれガリガリおじさんで。いや、できれば撤回したいんじゃないんですか。いや、でも結構もうそろそろ愛着がすごいことになって愛着は湧くよ、愛着湧きますよ。ここが不思議だね。何かっていうと、あの、うん、まあ、初めて聞いた人に刺さるんですよね、うん、確かに、ね、覚えやすい、覚えるじゃないですか。だから淳って言われてもいっぱいいるしね。そうそうそう、ガリガリおじさんそういないもんね。そうなんですよ、いない、ね、今日初めてガリガリおじさんは一緒にしゃべってやっぱいないもんね、絶対初めてじゃあやっぱそれだな。そうですね、なるほど、じゃあもう、はい、ガリガリおじさんも決定です、はい、ね、十分決定しました。お付き合い長いんですか、ここの2人は。はい、結構、うん、まあ、そうですね、僕大学生だった時代がありまして、うん、そこからなので結構長いですね。あ、そうなんだ、はい、でもその頃からも踊り合ってたの。あ、もう一緒に踊ったりとかはします、ね、はい、そうなんだね。なので結構もう本当にしょっちゅう一緒にいましたね。はい、言ってましたか、彼はもうその頃からダンサーになるんだみたいなことは。いや、まあ、なんかどうなんですかまあ大学の時は結構2人で楽しくぐらいかやったりとか、それを仕事にみたいなことは考えてなかったですよ。そうか、漠然とぐらいだ。漠然と。別にじゃあ就活したことはないの。そうすると就活とかは考えてなかったです。あ、まあ、そこはしてなかった。じゃあやっぱりちょっと自信もあったんだね、これいけるかもっていう。いや、まあいや、でもそうでしょう、どっかでそういうものがないとね。そうですね、やりたいなって思いますね。きっとそうだよね。はあ、当時はどういうところで練習したんですか、学生の頃ってのは。いや、もう本当にね、夜ね、駅前の鏡張りの、やっぱそういうところだよね、はい、閉店になったところで、あ、そうです、そうです、反射がうまく、あ、そうです。あれって基本的には止められたりはしないの。でもなんか意外ともう優しいので、あ、もう意外とスルーしてくれたりするんですよ。いい国だね本当に、うん、本当に全然安心ですよ。あ、じゃあそんなになんかもういきなり変な怖い人出てきてやめろとかってのはそこまでじゃない。そんなにないです、はい、
大体だからそれを夜中にやるってことか。でも夜中に、そうですね。そうだよね。へえ、じゃあもうここは本当に長い。長いで、今日はじゃあもうこの一押しは彼だけだよ。いや、もう一人実はいるんですよ。彼だけじゃない。いいですか。賑やかしなんですけど、ただ賑やかし。昨日まではガリガリおじさんの名前しか知らなかった。そうなんですよ。もう一人いるんです。こんばんは。ほら、やかましそうなの。失礼します。やかましそうなの来たんですよ。どうぞどうぞ、こちらに。はじめまして。え、ちょっとちょっと、今日聞いてないんだよね、はい、急遽だよね。そうだ、急遽。どうしたのどうしたの。ほんまに急遽なんですよ。でしょ。これが失礼します。昨日も予告ではガリガリおじさんしか話してないもん。もうチビチビなんですけど、もうでかいのに続きチビが来たんですけど、うん、はい。りょうくん、ご紹介してください。はい、こちらね、うん、先ほど言いました、僕アイズというチームやっておりますけれども、うん、その、まあ、そのメンバーです、うん、はい、はじめまして、うん、ダンスボーカルチームアイズの夏木と申します。おー、えいました。アイズのメンバーでもあるから。そうです、はい。ここでももう、あの、さっき聞きました、アッチじゃなくなったんですよ。もうガリガリおじさんで統一ですよ。ガリガリおじさんのことですか。夏希も変えた方がいいですよ、なんか。もうですか。あ、でも僕は普通の名前なんですけど。いいんですか、覚えづらくなりますよ、これ。夏希でも、じゃなんかあるじゃん、あるじゃん、なんか付けられたやつあるじゃん。なんか付けた方がいいよ。ほくろちびって。ほくろちび、うわ、すごいな、それ大丈夫かな。ちょっとしたいじめみたいになってるけど、大丈夫かな。ほくろちびは。でも、ほくろちびだったら忘れないですよね。忘れないけど、呼びづらいな。僕は忘れたいですけどね。そうだよ、ダメダメ、それダメ。そういうの名付けちゃダメ。切られる、切られる、ね、もっとなんか可愛いのとか、例えばその、うん、なんとかおじさんにしようよ。だからガリガリと何おじさん、これ何おじさん、なんだろう、ミニミニおじさん、ミニミニガリガリおじさんとミニミニえ、何おじさんがいいの。なんか好きな食べ物ないの。好きな食べ物ですか、うんうん、そうですね、うん、じゃあ僕はチーズが好きですね。ガリガリさん、チーズおじさん。チーズおじさん、はい、チーズおじさんか。なんかアンパンマンとかに出てきそうな感じだね。それジャムおじさんね。チーズおじさん。チーズおじさん。あ、そうか。じゃあちょっとユーザーに番組の最後まで決めてもらうわ。あ、それいいじゃん。こういうのは募集が一番なの。うん、じゃあちゃんと、うん、お願いします。ね。僕の頭を考えてください。あ、お願いします。あ、今来るよ、多分もう8700人見てるから、ほら、いっぱい来るよ、ほらね、すごいの来てるよ、ほら、陽気なおじさんで来てる。お願いします。それ、あの、池袋の夜ね。それ、ただの感想だ。そう、うん、感想、ね、じゃあちょっと話してもらいましょう。はい、まずはガリガリおじさんに、じゃあいろいろと聞いていこうかね。はい。ニコニコとの関わりで言うと、あのですね、ニコニコでは、こう、りょうくんと一緒に踊ってみた動画を何本か上げて、二人で上げようと、はいはい、そうですね、うん、で最近はそのダンスボーカルチーム の僕もやらせていただいているアイズという、はい、うん、はい、チームでこう動画を上げさせていただいています、うん、これは結構どのくらい前からなる、はい、アイズは、ですね、アイズは、まあ、大体1年経ってないですね。そうですよね。じゃあ本当にまだ最近なんだよ、これはね、はい、これからやっていこうっていう、ほうほうほう、うん、何かまた違うんですか。特にそのりょうくんなんかはギルティーもやってたりするじゃないですか。そうです、そうです、そうです。どういうな今住み分けっていうしてるの。住み分けはですね、うん、もう分かりやすく言うと、うん、歌うか歌わないかですね。あ、それ分かりやすいね、うん、そうかそうか。ボーカル入ったものはとりあえず合図でっていうことになっていくから、はい、あ、それは分かりやすいな、うん、はあ、そういうことか。そうです、そうです。だってさ、振りなんていうものってさ、もうある意味で言うと、はい、だんだんあのなんていうの、限界が来ないの、そのほら、あ、その振りのレパートリーとか。そう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 、まあ、でもそこをみんなでカバーしてますね。そうですね、やっぱこう全くないアイディアがやっぱお互い出てきたりだとか、うん、そうです、そうです。基本的には振り付けがあって今やガリガリさんやってるんですけれども、はい、うん、その中で僕があの、ね、こここうしたいとか、うん、こうした方がもっと良くなるんじゃないかなみたいなところをお互い話し合ったり。はあ、え、っていうことは、じゃあ踊り手をやり始めたのはもうガリガリ君が早かったの、はい、そうです、ガリガリおじさんで入ってきて、うん、ごめん、今ガリガリ君って何気に言っちゃったね。すいません、高木乳業、すいません、ガリガリ君が君ではないです。ガリガリ君ではない、彼は当たらないですよ。当たったり当たらないし、当たりとか外れない、当たりとか外れないですね。え、ガリガリおじさん自体が先始めてたの。そうですね、ガリガリおじさんで入ってきて、今はアイズのアッチでやってます。で、振り付けもアッチがやってます。そうか。で、お互いでもちろんネタ出し合うだろうけど、はい、そうです。いや、俺は例えばこの振りは無理だよみたいなことで揉め事はないの。あー、でも揉め事はありますね。やっぱあるの。揉めるというか、絶対こう、ここはこう、ここはこうみたいなのありますけど。いいよいいよ、そういう現場から生放送したいよね。ちょっとピリピリしてる2人。ありますよ。仲が良くたって、そういう時はだってね。いや、もうそこはいけんの。まあ、本当に良くしようっていうところが、ね、作品のためのぶつかりだもんね。はい、そうです、そうです。あれ、夏希喋った今。
はい、あれ喋った今今全然2人で話聞いてたんだけど、ね、あの振り付けを作るとかのくだりなんで僕参加できないんですよね、うん、全くっていうと、はい、夏希のパートは喋りですそうなんですあれじゃあ夏希じゃなくてアキラじゃんもうアルスマグラのアキラ状態じゃん。いいね、そうか、いろんなパートあんだね。はい、そうなんです、そうなんですよ。踊り手をやろうと思ったきっかけは？そうですね、りょうくんがこう、一緒に何かやってみないかって。うん、はい。じゃあ、りょうくん誘ったんだ。でもともと大学で一緒で、うん、なんかやっぱ、はい、っぱポテンシャルを分かってるので、僕、うん、でも一緒にやったら面白いんじゃないかなっていう。最初言われた時どう思いました？あ、なんか、最初本当に何するんだろうくらいで、うん、あ、なんかやりますかくらいの感じで入ってったら、うんうんうん、いいよっつって、はい、その時撮ったりするようなもん機材とかは全部りょうくんの方にあったの。ああ、もう、はい、私が手配して。あ、もう持ってたんだ、うん、へえ。例えばそのお互いも踊り手だけど気になる踊り手っていうと誰がパッと上がるの？うん、ですね、そうですね、鈴宮敦樹さん。おうおうえ、なんですか、今言った瞬間に何かこう夏希がなんか僕も大好きです。なんだ、そうだ、そういうことか。言ってその魅力を言ってこう、どこが一番、あのですね、うん、すごい高いこうスキルというかポテンシャルを持ってる方なんですけど、こうやってることがこうシュールというか、なんかそれをこう見せつけるみたいな感じじゃない、なんかそれを面白くこうやってるっていう感じがすごい面白いです。面白いですよ。なるほど、ふざけてるような感じに見えるけど、あの人スキルがないとそれできないんですよっていうのが見たら分かるんだ。いや、もうでも多分もう本当にすごいことしてる。普通にユーザー見ても分かる。はい、もうすごいことやってるな。これ、りょうくんも。いや、もうもちろんもちろん大好きでございます。そうですか。じゃあそういうチェックの仕方でまた見てみるのいいかもしれないね。ね、鈴宮敦樹さんね、はい、ちょっと今度ゲストにちょね、聞いてるかな、見てくれてるかな、敦樹さん聞いてますかね。ベタ惚れしてます、皆さんは。イエー、このこれだけの踊り手さんたちが言ってますからね。ありがとうございます。他にはいますか？そうですね、みゆめさん。はいはい、みゆめは僕も大好きなんですけど、みゆめのなんかこう好きなポイントはどこですか？あのですね、かっこよかったり可愛かったりこう曲によってあるんですけど、はい、かっこ可愛くてすごい、それができる人ね、こう時にボーイッシュになってみたりだとか、はい、エレガントになってみたりだとか、あ、そうなんですよ、確かに、ね、めちゃくちゃ上手いですね。あ、やっぱ分かりますか、それ。同じチームでやってますけれども、やってますけども、もう本当にあの人はすごいなって思います。って思うぐらい表現力とかね、まあ、悔しいってのもありますよ、悔しいってのもありますけど、でも本当にすげえなって思います。これお互い言い合えるっていいね。そうですね、認め合ってかつ自分ももっと上がっていきたいっていう、そのだからただその振り付け通り動きが同じだからって踊りが上手いとは限らないっていうことでしょう。そうですね。はあ、これはいいね、ちょっとね、得意な、ちょっとね、あ、今早速マリオさん入りました。書いてます、今日のゲストでございますよ。ボソボソと書いてます。ガリガリオさん、ガリガリオさん、ガリガリ、ガリガリ書いてくれてますよ今。ガリガリ書いてます、ガリガリ書いてますね。ガリガリ食ってる。マリマリマリは書いてますよ今。ガリガリ食ってる、ガリガリ食ってる、マリマリ来てる。あ、これも食ってる。これも外れだよ。これも外れだと思いますよ、これ、ね、これ歯冷たいやつやわ。ね、これたまらんね、これね。ちょっとね、僕はやっぱりね、こう踊れないので、こう得意なダンスとかを例えばこう見せてもらうとか、あ、いいじゃないですか。その一回ね、そうなんで、ちょっと教えてもらうとか、そういうのがすごくいいですか？無茶振りして、はい、お、大丈夫です。ちょっとなんでもね、その得意だよね、アツちゃんね。はい、ちょっとアツちゃん得意なんですよ。ちょっとじゃあ例えば何かあるかな、はい、ほら先週さ、あのここで妖怪ウォッチの、あ、はいはいはい、妖怪体操第一流したじゃない、うん、はい、やりますね、はい、あれとかを例えばここでいきなりとかってもできますか？ダメですか？無茶振り、無茶振り、ダメ。準備がいる？いやいやいや、何、いや全然大丈夫ですよ。はい、おいける、全然大丈夫。ちょっと、用意して用意して、ちょっと、いいですか、用意して、ちょっと、ここら辺でいける、本当にやっていいんですか、これ。3人で踊ってもらえるの？あ、じゃあ、りょうくんも踊ってんじゃん。見たら、ちょっと、そうじゃなかったの？え、何だ。いやいや、でもね、まあ、ね、そうだよ、じゃあ、それはりょうくんでしょ。ちょっとやろう、これいいね。え、ちょっと俺もこれも、これマイク持って、もこれ客でいいよ。山田さん覚えてくださいよ、ちゃんと。ちょっとじゃあ俺もこれ、あ、じゃあ俺カメラマンやろう。カメラマンやろう、カメラマンやろう。みんなもほら、すごい一斉でほら、これガチ生ライブだね。はい、うわ、これいいね。ちょっと準備できたらお願いしますね。いいですか、いけますか、準備。大丈夫です、はい、じゃあ生でご覧いただきましょう。
メラちゃんとして。今のがですね、池袋の皆さん、雨乞いの踊りでございました。一斉に振ってまいりましたね。よく聞くんですよ、これね。農家農家の皆さんもぜひやってみてもらえる。日照りの時にはぜひこの踊りを。いや、すごいわ、ちょっと集まった、集まった、ね、まさかここで踊ることになるとは思わなかった。初じゃない？初ですよね、ニコ袋スタジオ初踊り。いやー、決まった。でもね、踊れるということで分かりましたね。分かった、ここは踊れると。確かにあなたたちは踊り手だ、はい、間違いない。やっぱすごいな、すぐ言ってできんだね、やっぱ。はあ、ではあとね、みんなね、コメントもね、可愛いとか、やっぱね、にやけてしまうとか、楽しいとか、やっぱりね、ですか、踊りってやっぱそういうパワー持ってんだよね、本当。ね、やってても楽しいですよね、やっぱ自分たちが、ね、うん、あとやはりその世界でもそうなんだけど、やっぱりこの言葉を超えてしまうからね、そうですね、ある意味で海外でのパフォーマンスにもすごくいいと思うんだよね。確かに。いや、これあのってことはあれですか、もうもし例えば今日これを見てて、うん、俺も踊ってみたいなとかって思ったら、うわー、いいですね、全然トライしても、ね、いやもうもちろんもちろん、どん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 、みんなで踊りましょうって感じです。なんか、はい、みんなで踊ろうよみたいな。そう、なんか体育苦手だったとかそういう人とかでも関係ない、全然関係ないです、関係ない、関係ないです。本当、いや本当に関係ないですよ、これ実は。あ、いいね、こういうの、こういうね、背中を押してくれるの嬉しいんだよ。普通もせって言われちゃうじゃん、はい、お前なんかだとか。そうじゃなく、やってごらんっていう、その、いや本当に、ね、楽しく表現して体を動かしてたら、もうそれだけでちゃんと、うん、ね、見てくれる人もどんどん、今だったらね、ユーザーも増えてくれるしっていうことだから、はい、面白いわこれ。この例えばじゃ あの振り付けとかも基本的にはガリガリおじさんが主なんですか？はい、そうですね、うん、あのまあ、妖怪体操第一はもともとあるんですけど、これはそうですけど、ね、あの普段の他のものってやつ。そうですね、あのアイゼのものは基本的に僕が振り付けを担当させていただきます。メロディーみたいな、ね、感じでこう振ってきたってみんな言いますけど、振り付けはどうなるんですか、うん、振ってくんですかこれ。なんか、まあ、やっぱ基本的に鏡の前だったり、うん、どこに立ってこうイヤホンとかして、なんもないところから、なんもないところから、うん、ただ鏡の前立ってどうしようみたいな。ある意味超ナルシストですよね、もうね。そうですね、もうずっと見とれて、ずっと自分とね、前もありますよね。お疲れみたいな。今日の俺、頑張ってんだみたいな。そっから体が動いていくんですか。そうですね、でこう、あ、ちょっとあれかなってなってきた、こう、うん、ね、このエナジーを注入して、こう、あ、いろいろちょっと、まあね、違う形で、いろいろな気分転換しながら、まあ、そうですね、こう、いろいろこう作っていくって感じです。はい、ちょっと、あの、最近のってなります、最近、ちょっと、はい、なんですか、身につけてじゃないですけど、最近こういいなと思ったなんか振りのワンフレーズみたいなもの、まだどこでも披露してないけどみたいなのってあるの？なんか音楽でよく言うとこの、その A メロだけできちゃったとか、サビだけできちゃってストックしとくみたいなことってあるの？あんまない。まあでもあります。ある意外と。あ、今作ってるね、いっぱい作ってる。あ、でもそうか、それ言っちゃったらね、こう見てる人が先に使っちゃったらもうダメか。そうですね、内緒。内緒。あ、そうだな。あ、はい、そうなの、はい、そうなんです。あ、じゃあちょっとその動画は何、これは。いいですか、合図でのってこと。そうです。あ、それ見たい見たい見たい。そのこちらね、あの合図5人組なんですけど、うん、まあ、実はこれ4人しか集まれなくて、4人での動画になるんですよ。いや、それさ、これ集まるまで待って撮らないの普通。そうなんですよ、待てなかったんですよ。いや、聞いたことない。おかしいでしょ、そんなの。こいつなんですよ、夏希がね、いなかったっていう。夏希大阪にいてましたね。いやいや、そういや、あの大阪にいる夏希もそうだけど、だったら4人でいいかって撮っちゃう。それもどうなんだろう。ごめん、撮っちゃうぜっつって。それ卒業アルバムの一番この8ですげえ恥ずかしそうな人の写真の位置じゃん、それ。夏希一生懸命コメント打ってましたけどね。りょうくんみたいな。そうか、はい、お前映すんなよみたいな。俺も入れろよ。
これはこれでね。じゃあ次回だね。そうですね。じゃあ今日はこれ4人バージョン。はい、4人バージョン。流すということで。はい。わかりました。じゃあこれ流しながら夏木君解説してもらっていいですかね。実況ですか。上から被ってもらいましょう。もうじゃあ曲紹介お願いします。はい、僕もガリガリ王子さんも所属するダンスボーカルチームアイズで恋愛勇者歌って踊ってみたです。どうぞ。遊ばれてさ惚れた晴れたのバカ騒ぎ晴れて哀れな孤軍奮闘精神性に誰かのせいに目立つ剥奪身の毛よったつ切った発端のコーヒー文様を見出し見出す机上論理結局のみ結局論理から冷めて極めて耐えがたい感情は何度目だ恋に盲目故にどう越すから回りもう終わり同じことの繰り返しって視線があってその気になってそしたらクレイジー止まらない Yeah 裏ぐつくって鼻から持ってわずか3日で思い破れてか弱いもんでだいぶへこんでいつかれ込んで次の子 Yeah走って道誤っていくらなんでも勇者すぎるさ思考回路を疑えなぜか流れて焼かれちゃってさ思いを込めたラブレターは100枚綴り起承転結しっかりペンで日刊ペース乱る気飾る静止せざる周りの人の後半それは苦心の意思遺伝子楽しいから放っておこうか意見値はゼロからむしろマイナスに傾いて恋に真剣故に重症を薬は容易にはトロップいたしませんのって視線があってその気になってそしたらクレイジー止まらない、yeah、フラグ作って鼻から折ってわずか3日で思い破れてか弱いもんでだいぶへこんでいつか寝込んで次の子 yeah 突っ走って道誤っていくらなんでも勇者すぎるさ思考回路を疑え はい、いやかっけー、ありがとうございます、はい、というわけでお送りしたのは会津で恋愛勇者歌って踊ってみたでした。ありがとうございます。いいよいいよいやもうだってこれまでさ完成度高かったらもう今からもう一人入れないよこれえ、あ、そうですね。夏木君大丈夫か。無理やりねじ込みましたって感じですよねえ、はい、何4人で完璧やっちゃってんだってもう肩には狭いですよねやっぱ本当だよ何よこれ5人組なんでしょ。そうですよ。待ってあげてよ僕戻れるんですよこれ。もう本当に戻れるんですけどね。頑張ったいやでもすげえかっこいい。はい、ありがとうございます。これは楽しい。ガリガリ王さんこれ覚えてらっしゃいますか、はい、例えばこだわった部分とか何だったとか。そうですね、あのサビなんかはやっぱこう、うん、勢いがあるようにめちゃいやいやね、動く動きもあるから、うん、そのやっぱりこう横だけの映像というよりもその縦っていうのかな、そうですね、そういうふうにこう映像で見るとそこの動きかっこいいね、やっぱりね。撮り方とかも結構気にしたもんね。あ、そうか、そういうところもみんなねこう改めてもう一回見てもらえると嬉しいですね、はい、これね。さあもうちょっとねこれエンディングも近づいてきて、はい、みんな忘れてると思うけど、はい、実は夏希じゃないからね、改めて何々おじさんみたいなことを忘れてた。忘れたでしょ。自分で忘れてました。夏希で終わると思ったでしょ。終わりたい。いやいや結構来てるよね。終わりたい。9個ぐらい来てる。どうする。多いな、まあ、このままアンケート取っちゃうと、はい、本当に決まるぞ、はい、いいのか。それになるよ。いいのか、うん、チームリーダーの、うん、やっぱりりょうくんにそこはいい、ほんまにええのかどうかを確かに
ただ実際あるから、売れることあるから、もうバカルディがサマーズみたいなもんで、ね、はいはい、カイジャリ水魚がクリームシチューみたいなもんで、はいはい、何が起きるかわからないよ、そうです、ね、やってみよう、やってみよう、ちょっと、はい、じゃあ全然何択にする、9択は難しいな、9択ぐらいできるこれ、はい、できるんですか、やってみるか、9個のアンケートなんかそうそう取ったことないけど、やってみるか、勝手にね、今ね、常連が答えてるけど、ちゃんと1回ネット上で答えろ、カンペで答える、ね、それやっちゃうともう優先的すぎるから、せっかく今ユーザーとつながってんだから使え、はい、最新機器を使え、さあ番号へしております、あ、出た、どんぐりおじさん、変なおじさん、右側のおじさん、はい、あのさ、右側のおじさんは今日しか使えないじゃないか、右側のおじさんいいよってことは、これだって毎回だってさ、両国的にダンスの配置がダンスが右側になっちゃうからね、見て、右側になっちゃうからね、妖怪おじさん、にぎやかしおじさん、喋るおじ、あ、喋るをカタカナに変えてね、なるほど、なるほど、わいわい、おじさんどうにかならないですかね、すいません、これもうガリガリがあるんで、もうそうなんですよ ね、なるほど、こうなったら、はい、そこに踏まえ、合図はもうおじさん縛りみたいなところちょっとあるかもしれません、危ないね、ちょっとね、さあこの9個から1つだけ選んでクリックしてみてください、あ、これユーザーさん決まるで、決まるで、これ決まりますよ、これ記念すべき合図の新メンバーの改名が発表されます、早かったな、さあ何おじさんだ、お、お、ん、出た、右側のおじさん、何でおかしいやろおかしいやろもう忘れないね、もう忘れない、これ今後どんな番組のゲスト出ても立ち位置絶対こっちに、うん、左いただけで面白いじゃないですか、そうそういうこと、右側のおじさんやろ、右側のおじさん決定よかった、合図はガリガリおじさんと右側のおじさんがいる、まあ、あのダンスユニット、まあ そうね、はい、そう覚えてもらえればもう分かりやすい、右側のおじさん、いやよかったよかった、絶対左立たないでね、名前負けだよそれは、本当にね、うん、ほんまにね、どんなフォーメーションで動いてもすぐ右にパッて移動して、あ、俺右だ、ダンスにも師匠出ますね、左側なんか調子出ないそうだよね、調子出ないんじゃない、他いろんなローテーションで動いてんのに、もう夏希だけ幅出ないな俺なんで俺俺きついね、いやでもありがとうございます、皆さん素敵な名前をありがとうございました、どこかで使ってください、右側のおじさんです言った、自分でも言ったでは、お知らせの方お願いします、はい、今言えることで言うと、お知らせどんな発表がありますかね、告知的には、はい、告知ですね、うん、お出た、実はこちらです、うん、はい、ですね、うん、12月13日に出た出た、りょうくんのバースデーライブがあります、おー、はい、はい、なーになんでこのアツシが言ってるかということですね、うんうんうん、実はですね、この僕の誕生日ライブ生誕祭なんですけれども、うん、一部二部に分かれてまして、うん、その二部の方をですね、この合図二人合図で、まあ、ほとんど作っちゃおうっていうことで、おすごい、アイズがゲストっていうよりもアイズで何ができるか、うん、どこまでできるかっていうところをもう作っちゃおう、作っていこうというところで、今年今回呼ばせていただいた、そうか、はいはい、バースデーライブっていうけど、だから自分も踊って歌ってちゃんとお祝いも自分でするっていうことで、そういうことです、なんかもうみんなで見に来てくれる、もう本当にみんなでにぎわいながらできればなと、ね、盛り上がっていこうと、はい、なるほど、ね、みんなでお祝いに来てください、これぜひ、ね、ぜひ行くよって人もいるんじゃない、12月13日そうだね、もうね、もうあら、本当行こう、ちょっとね、みんな祝っていこう、これありがとうございます、はい、さあ、あっという間のエンディングでございます、はい、ニコラジは明日も引き続きアシスタントイチオシウィークを開催なので、はい、明日は MC 百花繚乱がプッシュする人は誰かっていう、はい、百花繚乱がプッシュする人って二宮係長しかいねえんじゃないか、まあ、あといる、そうなんです、ね、そうなんです明日ね、うん、そうなんですでしょ、ほら、はい、実はそうです、はい、うん、もういよいよそうだから生登場です、はい、うん、お楽しみに、二宮係長とドグマしか友達ないから大丈夫だよここら辺はね、そうなの、実際ね、喋り手が少なくてね、そうなんですよね、そうでしょうね、だからいいんだよ、もうダンサーから転向しても、あ、本当ですか、そう、夏希くん喋った方がいいんじゃないかな、僕ですか、そうよ、そうですね、池袋のビジョンで毎日流れるよ、ね、流れるよ、ぜひ喋りたいですけどね、僕は本当喋るの好きなんで、そう、ライブでも MC の担当僕させてもらってて、そうなんですよ、そう、僕の喋くりで、あー、じゃあいいんだ、やっぱり
ダンスの映像は4人で十分なんだ。じゃあそうなんですよね。そうですね。そうだ、今後ワイプで、ワイプで、ワイプでそれを解説するみたいな。りょうくん、僕は右端にそっと映しといてください。そうだね、右側だから。ちょっとワイプそうだもんね。右側です、はい。ワイポジさん、ワイポジさん、もっとひどくなって呼ばれることもなんない呼ばれないってどういうこと。それもあげつどりかよね、さあということで、明日7日金曜日はそうね、二宮係長さんが来てくれるということで、はい、はい、他はで、その他ニコラジの詳しい情報などは、うん、ニコラジ公式ウェブサイト、公式ツイッターで確認お願いします。皆さんフォローしてくださいね。ぜひね、頼むよ、はい、よろしくお願いします、うん。あとね、山田も今ちょっとトークライブの第2弾が決まりまして、これちょっと皆さんにも伝えとして、誕生日被ってないよね、大丈夫ですね。大丈夫です、大丈夫。あ、よかった、はい、じゃあこれやっぱりアイズファンの方もまずこっち来てから、はい、こっちのトークライブでひどいものを見てからバースデーライブを見ると、あ、なるほど、ライブ最高だってなるから、比べるものがあった方がいいから。この21日はもうドロ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 したトークライブだから。どんなモチベーションで見に行けばいいんですかね、それはね。もうそうだね、とにかく自分ってなんかあんまりこうちゃんと生きてないなとか、俺今までなんか悪やったなとかっていう人はこれ見に来てくれれば、このゲストよりも悪い人いませんから。なるほど、全然大丈夫です。このゲスト本当に悪い、超悪です。なぜならもう美行が趣味な人が来ますから。もうおかしな方ですよ、もう本当に。それだってテレビにもラジオにも出れないんだけど、イベントには出れますって言われて、その人と話を聞くという。趣味美行って時点でちょっと危険でしょ。そうですね、でなんかもしかしたらそれで食ってるらしいみたいな情報入ってきましたから、ますますおかしいですね。どういうことだって、ぜひチェックしたいと思います、はい。そしてさらにね、今日僕昼に発表したんですけど、はい、ゴールデンボンバー、うん、このキャンとダルビッシュのケンジが2人で野球やるんですって。はい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 。ただ趣味で。え、ガチンコ野球。ガチンコで。あら。で、だからキャンとダルビッシュ以外は普通の人なんだって。なんだけど、横浜スタジアム借りちゃったんだって。どういうことなんだ。おかしいでしょ。おかしい。規模感が。それでとにかく横浜スタジアムでただ野球がしたいんだって。で、いきなり俺連絡来て、はい、山ちゃん実況やってって言われて、いや待て待て待てっつって、しかも平日だぞと、平日で試合何時に終わるのって言ったら、いや9時半ぐらいかなって言われて、はい、じゃあニコラジと被るじゃんって言われたら、じゃあ横浜スタジアムからニコラジやればいいじゃんって言われて、急遽山チャンネルで今番組の LV 立てましたんで、夕方の4時半ぐらいから9時半ぐらい俺横浜スタジアムで番組やってます。で、その間ちょうど7時8時になったらニコラジになると思うんで、りょうくんはこのスタジオから俺の横浜スタジアムに呼びかけてみてください。あ、なるほど。二元中継わかるかな。あ、ここにはいないんですよね。そうだね、スタジアム行ってるからね。ってことですよね。気づいたね、何か。ちょっと待って、ね、初日はメシスタント、メシスタント、はい、ね、で2回目アシスタント、はい、アシスタント、3回目ちょっと、ね、メイン MC、 そうもうメイン MC。 みんなね、ほらりょうくんは喜んでるから、りょうくんでニコ袋スタジオは拍手とかじゃない、拍手とかじゃない、ほらこんなに危ない拍手、拍手とかじゃないよ、真ん中真ん中座っていいから。でもどんどん仕切って、あ、そろそろ時間だな、山ちゃんなんて言うとこれが入るかっこいいでしょ。できないわ、そんなことできる、できる。もうね、ダンサーで歌えて喋りもできたら、もうりょうくん完璧。りょうくんやっぱすげえっすね。すげーなー、カリスマス、完璧、いける。これをクリアしたらもう、これはね、なるほど、レギュラーレギュラー、もう明日も飛び越えちゃっていい。もうりょうらんの日、もう金曜をりょうくんに変えちゃう。おお、それぐらい、もうもしか土日あげちゃう。それぐらいでいい。誰も来ない、誰も来ない。っていうことで、ちょっと俺来週スタジアム行っちゃうんで、なるほど、お願いします。ちなみに、そのね、キャンさんとダルビッシュさん、うんうん、もしかしたらね、そこは任してよ、山田久志。あ、これ確実に、まあ、ニコラジの初中継だよね、はい、初有名人中継できるかもしれないね、これ、はい、ね、何ですか、やろう。だ、りょうくんがいるんでしょメンバー出してよみたいに言ってくれれば、はい、あ、ちょっとそんな無茶ぶり、とか言ってこうバッとこう映像が流れて、りょうくんがむしろゴールデンボンバーを引き出したみたいな、そう、そうなってここね、ここで見てる人はそうですね、そうそうそう、そうなってくから。いいよこれ、これなんだこれは、なんだこれは、ね、なんで俺こんな、なんで俺こんな安定していかないんですか。なんで毎回アシスタント安定しないんですか、俺。なんで同じ仕事をさせてもらえるんですか。走りされたりもう。ということで、来週はぜひね、池袋にこのね、りょうくんの独り立ちね、そちらの方も皆さん成長を見守って見に来てもらえると嬉しい。だからやっぱりなるべく多くの人がね、応援してくれると嬉しいんで、その評価です、はい。で、山チャンネルの方はもう今からもう予約できますんで、夕方の4時半からチェックしておいてもらえれば。山田は横浜スタジアムで一体何の実況するか全然分かってないんですけど、野球は詳しいんで大丈夫です、任せてくださいということでございます。
さあ今週もニコラジリニューアルキャンペーンもちろんやってるので、この後時間の許す限り残っていただければ、りょうくんとじゃんけんをしてお一人様ですけども、勝ちましたらこのセラさんとマリオさんデザインのオリジナルキャンパスノート、これ毎日1名にプレゼントということなので、こちらの方もね、お残りいただける方は残ってみてください。そしてこのノートが欲しければぜひ池袋に来てください。いや、来てほしいですね。生で見に来てください。ニコラジはまた明日、そうだ、今日のね、ここまでのずっとトークのまとめを絵にしてもらったという絵師の一枚でお別れしますけど、大厚岩村さん、どんな感じ今日は。はい、今日踊ってがすごかったな。いいね、すげーね、初ニコ袋スタジオで踊っていただいたこの合図の、はい、かわいいなぁ。で、あと椅子片付けて僕のとこちょっと狭かったちょっとなっちゃって追いやられた。右側に追いやられてるからね、これ今ちょっと待って、俺勝じゃねえぞ失礼しました、これ右下追いやられてるからね、すいませんでした。いや、嬉しい、ありがとうございました。ありがとうございます。これを見ながらのお別れでございます。ニコラちゃん、また明日夜7時、お相手は山田久志と、りょうと、ガリガリおじさんと、夏希と、5月病マリオでした。ありがとう。じゃあこのカメラに向かって、また来週ニコラちゃんはまた明日もあるよ。バイバイ。なんだこの歌。国曜の公式チャンネル、国内チャンネル、毎週だいたい水曜日だいたい夜9時前後から、サラリーマンがオンエア、5月病マリオさん、セラミカルさん、赤石先生が登場、見てね。
Good.